セルジオ・アッツォリーには、イタリアのボルツァーヌ出身のファゴット奏者、指揮者。バーゼル音楽大学教授。ハノーファー音楽大学在学中に、ヨーロッパユースオーケストラ主席奏者として、演奏活動を開始、数少ない管楽器のソロ演奏家として、世界の注目を浴びている。ピリオド楽器奏者としても力を注いでいる。主な受賞歴として、CMV ウェーバーコンクール。 ブラハの春国際コンクール、ミュンヘン国際音楽コンクールがある。EMI の契約アーティストとして、数多くの録音を発表、受賞も多く、ザビーネ・マイヤー管楽アンサンブル、モーリスブルクトリオ等、有力な室内楽グループのメンバーとして、活動してきた。2002から2007年、ポツダム室内アカデミーの音楽監督を務める。アンサンブルバロックでリモージュ。 パルナシムジチ等の古学アンサンブルにも参加、未知の楽譜の発掘、既存の出版譜の再工程等、資料研究も進めている。演奏活動の傍ら、教育活動にも取り組み、ワイマール音楽大学、ウィーン音楽院等各地で、マスターコースの講師として招聘されている。シュトットガルト音楽大学教授を経て、バーゼル音楽大学教授、ありがとうございます。